こんにちは。アウトだよ。間に合った。間に合ってないよ。ほら、間に合ってない。見てみ。ほら、今来たら迷い直して。こんばんは。はい、こんばんは。あー、セーフ。セーフ、全然。アウトだよ。危ない。アウト寄りのアウトって書かれてるの。嘘でしょ。アウト寄りのアウト。早すぎだよ。みんな確かにスタンバイ早い。しょうがない。はい、せーの。アパップガールズカックリーでーす。イエイ。疲れた。まあ、あんなギリギリにねトイレ行ったらそらそうなるわ。はい、ということで、NHK FM 出演中なのかな、今中のモリティから勝手にバトンを受け取ってショールームスタートいたしました。モリティ見てる？見てない。見てない。今は喋ってんだよ。仕事放棄しすぎでしょそれ。そうなの。あ、そうなの、うん、はい、大丈夫ですか？みんなお水持ってきた？大丈夫？持ってきたよ、うん、トイレとか言わないでだって。なんで？トイレ行くだけですからね。鏡見に行ったのね。そう、様子を見に行った。壊れてないかなって。そう、別にサオさんトイレの業者の方じゃないですからね。トイレで何もしない。今日はいかがお過ごしでしたかって書いてある。今日はあれですよね、オールナイトニッポンモバイルじゃなくてオールナイトニッポン愛の収録とこれです。はい、できます。まあ、空き時間あったんで、うちはずっとひたすらパソコンカタカタやっておりました。やばいね、やばい、ね、ずっとこれ調べて、うん、都内 Wi-Fi カフェみたいなのを調べて、うんうん、Wi-Fi つながるところですごいじゃん。そう、ずっとやってた。目が痛い。すごいよね。悪者倒しにトイレ行くのって。そういますからね。そこまで正義感強い子だっけこの子。そうですよ。そうでしたっけ。はい、今週もたっぷりツアーの話を落ち着いてからしましょうね。落ち着いてる、落ち着いてる。落ち着いた、うん、大丈夫ですか。はいはい、おっす。モリティ負けた。あ、腕相撲やるって言ってたもんな。負けたの。負けたの。モリティ負けすぎじゃないの、ね、最近やっぱりさ、自分でも、もうダメだよね。自分でもさ、なんかニヤニヤしながら言ってるけど、最近筋トレしてなくてっつってるけどさ、うん、そらね、ダメだよね。もうここまで負け続けたらもうもう剥奪でいいんじゃないですか。もうダメですよ。特技とか言っちゃダメだと思う、うん、趣味アームレスリングでしたっけ、うん、特技アームレスリングか。趣味でいいんじゃないもん、ね、趣味でいいんじゃない。ほら、ね、もう負けすぎ問題って感じ。負けすぎですから。もう明かりも倒せちゃうかもよ。だって確かに、確かに筋肉落ちたって言ってるからさ、倒せるんじゃない。今ならいけると思うんですよね、やっぱりね。いけるんじゃない。ちょっと今度やってみて、うん、いよいよ楽しみ。で、新井さんのインタビューが今朝の縄文新聞に掲載されています。いります。お、見た人、群馬県民は見てるかな。どうだろう。お、いましたよ。お、ありがとうございます。見たよって。多分ウェブでも上がってんのかな、確か。そうなの。うん、あの縄文新聞はちょっと分かんないけど、うん、撮ってる人は受け取れる、受け取れるじゃない、見れる、読める。お、そう、この間の、前橋の巻にカメラ入ってもらって、カメラその写真が使われてたりとか、その前日に縄文新聞で取材していただいたので、その記事が上がっております。お、多分ね、ツイッターにね全部上がってるから、そう、検索したら多分それがね、ツイッターに上がってるから、それ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。そうちゃんかわいい、ありがとう。はい、じゃあ今日の MC は私でございます。はい、オープニングトークがね17分ぐらい喋っちゃうということなので、はい、はい、手短にいきたいと思います。今日はやることいっぱいですから、ね、そうですね。はい、ちょっちょっといきましょう。せーの、アパップガールズカッコリーの戦場カッコカリー。ここエコーかけるんだからさ、待ってあれ。はい、チャオベラから来たよ。 ありがとうございます。ありがとう、チケッティ。そう言うね。私チンクエッティ派なんだよね。あ、チンクエッティ派なんだよ、ね、うん、チャオベラ派なんだよね。チャオベラ派か。そう、チンクエッティ派。チャオベラ派、チンクエッティ派、チンクエ派っていうのになんかいるらしいですね。じゃあどっち派、どっち派ですか。そんな、私はチンクエッティ、断然チンクエッティでしょ。あ、チンクエ派だって。チャオチン派。チャオチン。チャオチン、なんかすごい。チャオチン、中国語ね。そっか、今チンクエッティってさ、うん、5人って意味だから、チャオも言うに、チャオ、あ、チャオ、チャオ派、チ
チャオか。確かに、こなちゃんチャオって言ってるイメージ。うん、チャオさーって。チャオはさ、へえ、そうなんだ、うん、いろんな呼び方があるんですね。じゃあまず自己紹介でいきましょう。はい、佐保あかりでーす。なんか一言。シンプルイズザベスト。シンプルイズベストね。はい、イズベスト。はい、荒井まなみです。イエイ。ほらシンプルじゃん。シンプルじゃん。まだシンプルじゃん。はい、じゃあショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます、うん、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。はい、じゃあランキング確認していきましょう。更新しました。はい、3位がセンさん、セン、はい、さんセンさんで、2位がセンちゃんさん、センちゃんさん、センセンつながりですよ。そして1位は、トシアットタイガーさんです。なんとセンじゃなかった。まあ別にね。あ、ちょっとね、今変わりました。今変わった。何が？3位が SR さんですね。あ、がっつり変わった。今日はね、激戦ですよ、今日皆さん。あ、また変わる。え、すごい、バンバン変わるよ。もう一回更新しましょう。更新、これが多分最新ですね。3位がトシアと台湾さん、で、2位が I love you、 I love you、 すごいね。あなたに一目惚れしました。あ、どうもこんにちは。で、1位がこれなんて読むの、これ何ちゃん、笹ではないやろ、草竹冠に生で、今日誕生日だって。おめでとう、出まして、みんなもおめでとうって言ってあげて。あ、翔ちゃんだって。翔、翔ちゃん、翔ちゃん、翔ちゃん、みんなほらおめでとうって言ってあげて。みんなおめでとう。いいね、いいね、そういうの平和な感じ。いいよ、みんなおめでとうって、お優しい、みんなほら平和な感じで、翔ちゃんさんはちゃんとありがとうございますってつぶやくんですよ。おめでとう、ありがとう、みんな、いいですね、平和に行きましょう今日も。さあ、まもなく750人行こうとしてますね。はい、エヴァ最終回みたいな。確かにそうだね、わかる？ん？エヴァ最終回わかるよ。おめでとう。あ、そう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 、カリピーの最後。そう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 、うちら見せられたもんね。これ、うん、こういう感じだよっつって。はい、そんな感じで今日はこんな2人でお届けしていきます。大丈夫かな。いや、ごめん、うちが一番思って。大丈夫かな。大丈夫かな。じゃあやれよ。ちゃんとやれよ。はい、じゃあここからは1週間の動画を振り返っていきたいと思います。今週のど根性回りツアー、うん、今週は今週は初台で、あ、先週初台でやって、今週でしょ、先週ね、先週だ。初台でやって長野でやって甲府でやったのか。そうなんです。今週ほぼずっとライブしてましたね。ね、だって月曜日もあったじゃん。バレンタインやってさ、そう、バレンタインやって、木曜日と日つ。ね、結構な数やってましたね。結構やってましたよ、うん。皆さん、どこに来てくれたかな？いや、バレンタインも結構楽しかったよね。楽しかった。なんか、バレンタインだから、恋愛ソングに絞って、うん、その、それぞれが好きな曲というか、うん、カバーしたい曲を、うん、それぞれ選んで歌いました。アリなんだっけ。私はボーイフレンドです。アイコさんね。はい、うちはももいろクローバー Z さんの走れ Z バー。走ってましたよ、すごい。走ってました。すごい、だいぶ走ってたわ。ちょっと歌いにくかったな。そうで、こなちゃんが、うん、あのエモい曲ね、うん、ELT の、うん、なんだっけ、なんだっけ、フラジール、そうそう、出会えたってやつ。そう、そういう感じでした。全てが始まったやつ。そう、全てが始まったやつ。傷つくこともあるけれどもってやつ、うん、え？あ、バレンタイン当日をかけ有給取ったもののリタイアに。マジで？ってこと？だから有給取ったけど確かチケットが外れたかなんかで来れなかったんじゃない？ってこと？確かそんな方がいらっしゃった気がする。よかった、初代のシューティングスター、よかったって。え、ありがとう。バレンタイン落選したよ。そう、ありがたいことにバレンタイン結構完売で、あの、その会場の最大人数入ったそうで、落選の方もいたらしいんですけど、またね、ファンクラブイベントやりたいなって思ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。去年からライブ行けてない。それは大問題じゃ。大問題だよ、大問題、大問題、ものすごく ね、
ぜひ来てください。あかりとカラオケ行ってみたくなった。本当大変だよ大変だよ、この子とカラオケ行くの本当に。いや楽しいけど、あの急にこういう椅子に乗り出すから何があったってなる。そう、めっちゃノリノリで歌う曲と途中疲れたら本当マジ真顔で歌う曲とあともう眠くなってきたりしたらもう横になって目つぶりながら歌う。そのままガタンって寝落ちでもこのままこうやって 寝ながら寝てるか自分でもよくわかんない状態でねで急に黙り出すから、あかり寝たの。でもずっと歌ってるからね。いや永遠と歌ってる。いきなりだって栄光の架け橋だから、ね、もうちょっとウォーミングアップしてよって思ういろいろ歌うね合唱とかも歌うし歌ったー、ディズニーとかも歌うし、なんか縛りつけるんだよね。そうなんかハロープロジェクトっていう縛りつけたら、その年に出した、うん、97年から始まって、うん、97年にこれ98年にこれっつってね。てかもっとね、一人カラオケもっとえぐいからね。そうなんだよね、あなた一人カラオケ一人カラオケ大好きで。何時間行くんだっけ、一番長く。え、全然、あの、オープンから閉店までおかしいよ。でも、なんか、20曲ぐらいあの予約できるじゃないですか、うん、常に、あの、もう満タンの状態、パンパンで、これ以上予約できませんっていうのがで、歌いながら入れて、みたいな。すごいね。1曲減ったら1曲入れてってやるから、すごいね、永遠に終わらないんですよね。でも、声ガラガラになんないんですよ、なんないです。強い。ほんと、ひどい時、週3ぐらいで言ってた、それを。またカラオケ行ったんだよねって言ってたもんね。そう、やばいよね。飲み物とかどうすんの。飲み物も飲まない、ほぼだって取りに行く時間がもったいないやばくないみんなこれ。あとなんか時間が、うん、あの迫ってくると終わる時間が、うん、もうイントロとか感想とかさ早送りしたり一番で止めたりするんだよ。あとちょっとテンポ上げて歌うの、いっぱい歌いたいからそれやばい歌って、はい次みたいな。お箱は？お箱？お箱っていうのはないかも。でもよく歌ってくれるの、中島美嘉さんの。だから人と言ったら人に歌ってって言われたやつを歌う。あ、そう、こなっちゃんがよくそれするよね。そう、こなっちゃんたちとカラオケ行くと自分だったらもう本当にその時の縛り、誰々しか歌わないってやったりとか、うん、あと勝手にこう自分の中でセットリストを決めて、勝手に決めるの。もう行った時にはもう決めてんの。もう携帯にメモしていってて、やば、それもずっとライブみたいな感じでやったりする時もある。へえ、そう、そらすげえ。で、何の話でした？あ、そう、あれです、バレンタインのカバーの話でした。バレンタインのカバー失礼いたしました。で、次の日が初代ドアーズ、初代でやります。はい。で、ここで5月3日7周年ライブの発表がありました、うん、ありましたよ。ありました、はい、そうです。あ、そうです。はい、ポップガールズ、過去仮はですね、5月3日が結成日なんですけれども、その5月3日にポップガールズ過去仮7周年 Still Goes On っていうライブをやらせていただきます。ね、ちょっとオレンジに見えない？見える。そう、オレンジがなくて、オレンジないから赤と黄色、赤と黄色混ぜろっつって無理やりオレンジにしてる。見えない？オレンジに見えない？これいいんじゃないですか。青はなかったんだね。青あったよ。あったの。水色にした。水色の方が、まあ、別にいいかな。どっちも担当色だからいいんだけど。そう。あ、見えるって見えるって。やったー、ありがとう。そんな感じで、7周年ですよ、もう。そうです。アップが結成して、てか、あかりが加入して7年。そう。アップが結成したのもちろん前だけど、うん、まあ、あかりが入った日を結成日にしましたので、ゴールデンウィーク憲法記念日ですね。7周年、うん、って言うの7周年だよで、まあ、まだまだ行くぜって意味が Still Goes On に込められてるので、7周年ありがとうって意味と、まだまだ行くぜって意味を、思いを皆さんにこうここでお届けする。やっと中1なんですよ。中 1? 中 1, 中 1? あ、そうだね。そう、小学生から考えるとね。そう、小学生、あ、小学生から考えると、ね、ごめんね、あのごめん。生まれ赤ちゃんの頃から考えると7歳だから小学2年生ぐらいだった。 8年目だった次中2ってことだからね。あ、ごめんね、義務教育で考えたね。 OK ですよね、うん、義務学義務化で中2に入学するってこと。そう、ごめんね、でもね、小学6年生は12歳なんだよね。そうで、小1からだから。 OK、そうそう、小学1からOK、学年で考えるとだから、ね、だから中二病が出るかもしれない。やばいやばい。なんだよね。あ、でも
そう、次の年は中二病が。中二病ってどういうこと？で、ちょっとこういう感じになるかもしれないね。やべえ。そろそろ必殺技とかできちゃうのかな。中二病のアップが楽しみにしてほしいなって。やばそうって、やっぱ魔界の炎を呼び寄せたりするのってやばいな。錬金術が使えるかもしれない。だからこう楽しめるの。こんなやりだしたかもしれない。中3になったら今度受験があるので結構大変なね。もしかして活動休止？それはないないない。ダメ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 。誰か東大に挑戦とかやりやすいじゃん。中2っていうのはやっぱ特別な時かなって思う。やばいやばい。楽しみにしててください。うわー。で、高校生になったら、うん、高校生になったらね、うん、ちょっと高校デビューがあるからちょっとはっちゃけ出すんですよね。誰かしらも全員金髪になるんだろうね。そう、やばい ね、ちょっと楽しみですね、皆さん。楽しみですね、皆さん。そんなツイッチ、綾野とみーこ、どん、もうびっくりするだろう。急にだって、って去年まで一緒にいたグループとは思えないって言い出すかもしれないよ、本当に。そう、そういう感じなので、皆さん、あの、まずは中二病のアップがお楽しみに。ね、中二病デビューを、まあ、まずはね、その7周年の中二病前のアップがをこう締めくくる、うん、あのライブがありますので、うん、ぜひ遊びに来てください、まあ、その日を皮切りに、うん、あのツアーも行いますので、さっきね、なんかね、どっちだっけな、北か西か、あ、西来てくださいっていう、西来ないのみたいになったけど、そうなんだよ。そう、まあ、まだ分からないんですけ ど、 どこ行きたいと思ってる。ちょっと今回よりも大きめな規模で回れたらなと思ってるので、行きたい。東北も、ね、北海道も行けなかったところに行きたいなと思ってるので、そう、関西行きたいね。そう、じゃあ行きたいってすごいね、いろんなところから声が聞こえて。あ、九州も行きたいんだよ。九州行きたい。そう、いろんなとこから、ね、行きたいよ。本当に嬉しいので、私たちも行けるように頑張りますので。1100人突破ありがとうございます。楽しみにしててください、はい、まずは今のツアーだからね。はい。で、今のツアーの今週の先週の土曜日は長野、うん、あちゃんの凱旋ですね。まあ、そして口癖が出ちゃった。初めて聞いたよ。初めて聞いたね。押すびっくりした。ごめんね、ほんとに。で、日曜日が甲府コンビクション、山梨です。ほんと美味しかった。ほんと美味しかったね。どうだった？美味しかった。ほんと？うん、あの、毎回、うん、ほんとほんとが美味しくて、リアル口癖だねってできたけど、そんなに聞かないよ。やば、聞くでしょ、結構抑えてる。長野雪やばかった。確かにやばかったね。うん、あの、うちらが行った時は降ってなかったのかな。で、リリーベ終わって、そっからライブ会場に向かってそのまま降り続けて夜積もってたもんね。そうなんです。うちがごちゃに行く時は結構吹雪いてて、次の日だってね、あの、その長野の日の夜に、うん、一回ホテルに荷物置いて、うん、で、夕飯を食べに行こうってみんなでなったんだけど、うんうん、その出る時にホテルの入り口のところで雪があって、私転びかけたの。やば、危ない。もう本当に、あ、もう終わったって思うぐらい、うん、本当にコンクリートの入り口の石の階段のところで、もうってなった時に石器が横にいて、うん、石器を掴んだことによって助かったんだけど、やっぱ石器はさ、雪に慣れてるからさ、すごい落ち着いてんの、大丈夫だよみたいな、うん、でも私それからすごい怖くて、ずっともう歩くとき石鹸にこうやってもらいながら歩いてたんだけど、帰り道も私そのこと忘れてたのね、ご飯食べ終わって、うんうんうん、石鹸がこうやって待っててくれたの、入り口で。あー、優しい。優しくない？優しい。どうしと思ったら、ほら、捕まんなくていいのみたいな、ちょっと石鹸が優しい。そう、優しかった。イケメンでしょ？イケメン石鹸のやつさ、あ、ブログでバラされてたよ。どういうこと？どういうこと？ブログに書いてあったんじゃない？転んだのがじゃない？ダメだよそれは。あとで、あとで回見てみたら。ね、いいな。そうなんです。で、まあそんなね、あの、長野甲府初台の感想とはですね、うん、ハッシュタグどこにおまりツアーで、はい、あの、皆さんぜひたくさんつぶやいてもらって、ね。そうなんですよ。そう、うちら結構読んでるからね。うん。キョン吉の凱旋だったんですね。そう、甲府はね。オーバーチュアーに入ってるので、平面ガエルピョン吉って、そう、皆さん全力で叫んでいただいて、だからね、アンコールもね、ピョン吉ってピョン吉って言ったんです。そう、今まで凱旋は、そう、凱旋の人の名前、マーナーとか、あとアズサーとか、うん、ね、だったのにね、そう、ピョン吉でした。そう、みんながやってくれたのがね、感動、すごい喜んでました、ピョン吉。ピョン吉喜んでた？喜んでた。すげえ、ピョン吉どこから来たの、この情報。あれ、言いづらかったって。確かにね、確かに、ぴょん吉
ピョン吉、そうピョン吉のカラーは白になりました。黄色だと明かりとかぶっちゃうので、ね、サイリウムもね白にして、そう、まあ、雪ってことで白っていうのでいろいろかけまして、うん、そう、そんな感じでしたね。ほうとう食べた、食べた、食べたよ、めっちゃ美味しかった、美味しかったよ、はい、で引き続きど根性映えや教えてど根性、うん、ど根性プランもツイッターでやってるので、うん、次回は熊谷、熊谷が私だ、君だ、やば、募集かけなさい、皆さんお願いします。熊谷の美味しいお店だったりとか、まあ、近くに銭湯がある場合は銭湯だったり、あと夜遅くまでやってるお店だったりとか、うん、観光スポットなど皆さんぜひ教えてど根性プランでハッシュタグつけてつぶやいてください。そしたらあかりがまとめてくれます。はい、任せて、お願いします。でその後に、清水、静岡と、新横浜、はい、があるので、そちらは、うん、おのの凱旋の方が多分募集かけると思うので、はい、皆さんそちらもよろしくお願いします。お願いします、お願いします。もう本当にね、凱旋ばっかり楽しいね君はね君限定ねうちも前橋で凱旋一応終わってるから。嘘、他に凱旋やりたいとこないのごめんね、凱旋って挙手制なの小柄いいっつってそういう感じ、うん、そういう感じなんだ、うん、私とか今と結構ほぼ凱旋、うん、ほぼ凱旋、君本全部凱旋だったよね。甲府はちょっとダメだったけど、まあ、ピョン吉様がね、ピョン吉さんがいたから、上にいたからしょうがないね。あ、清水は教えてどこにおプランツイートした、ありがとうございます、ありがとう。父ちゃん凱旋好き、凱旋好きなんじゃないんだよね、凱旋最高、全部凱旋で、凱旋は今までなかったじゃん。まあね、そう、東京だから、東京だから、ね、しょうがないんだけど、うん、だからその反動ですっごい凱旋力が強いの。え、本当に凱旋力がいつも今本当にあれだもん。いや、ずっと ね、いろんなツアーでうちの凱旋食欲とかよりも上、凱旋欲、うん、今自分の中の欲、一番凱旋欲がだって、いろんなこの凱旋をいろいろやってきて、まあ、こなちゃんとか綾乃とかだと横浜だったりうちが群馬だったりして、うん、いろんなツアー回ってきて、そこで凱旋があるといいなってずっと、そう、いいなって、そう言って、お帰りみたいなの。でもさ、すぐ凱旋言ったらみんなすぐお帰りって言ってくれる、いい、優しいだからみんなの凱旋はあかりの凱旋になってます。そう、だから次の熊谷も、熊谷もなるかも、どうだろうね、凱旋になるかも、わかんないけどね。まあでも静岡、横浜はさ、うん、ほなっちゃんとあとモリティの凱旋だからも自動的に凱旋になるじゃん、うんなので皆さんお帰りって言ってください。え、ラック見てるの？そうなの？ラック、ラクちゃんこんばんはって言って、ラクちゃん、ラック、ラックちゃん、ラック、ちょっとコメントして、カモン、ほぼ凱旋、あかりちゃん愛されてるねーって、イエーイ、あ、ジャイアンシステムそうなんですよ、お前のものは俺のもの的なね、俺のもの、でも俺のものはお前のものだから、あ、そうなの、みんなで共有する優しいやつなんだだから東京、ただただ優しいやつ、東京はみんなの凱旋だったよ。そうだ、ね、私握手会でみんなに言ったもん、凱旋おめでとうって。そうじゃん、みんなだっておかえりっていっぱい言ってたもんね。ラック忙しいのかな、まあじゃあいっか、うん、はい、でですね、うん、まあツアーも、まあ、終盤迎えてるんですけれども、はい、今週はですね、うん、もう一個大イベントがございます。なんとですね、東京マラソン、うん、が25日に迫って、ね、熊谷の日ですね、はい、熊谷の日なんですけれども、まあ、私たちが、うん、東京マラソン祭りのナビゲーターをやらせていただきます、ランナー応援イベントですね、あるんですけれども、そこのナビゲーターをやらせてもらうんですけど、その、まあなんか、まあ、東京マラソンだからということで、かっこ2期の吉川真由が、まーちゃんが、フル走ることになりました。やばいね、緊張するわ、こりゃ私もね、え、やばい、だって今日もさ、レブナマスクつけてさ、うん、ランニングマシンやってたじゃん。そうなの？うん、君ついフォローしてないから分かんないけど、やってたんだよ、うん、そうやってた、やってた、そう、うちらはね、熊谷公園が控えてるっていうので、さすがにっていう感じだったんですけど、そしたらまーちゃんが走りますっていう風な感じだったので、ね、まあね、フルだよ、ミーコでさえハーフだったから、そうだからそれが決まって、うん、なんかコーチ入れて3回ぐらいしかできなかったんだって、練習は。マジで？そう、コーチ入れてのトレーニング走ったんだって、10キロぐらい走った、なんだ、10キロ、あ、20キロ、20キロぐらい走ったらしいんだけど、でも半分ってことですよね。そう、これの倍を走る、ぶつけ本番ってこと？
まあ、だから個人で練習してればあれだけど、マラソンってでもそういうもんか。そう、あんまり走りすぎても怪我しちゃうから。あ、東京マラソン出るよ、だって。おお、頑張って。すごい、倍率高いのに当たったんですね。す、あ、そうなの、当たらないと出れないの。あの、抽選なの。そうなんだ。だからその外れちゃった人は何、ボランティアでこうドリンクこうやって配ったりとか、うん、整備したりとか。あ、そうなの。すげえ。30キロからが大変だ。どうだった？35キロの壁がとかあるんだね、やっぱり、ね、みんな結構走ったことあるってこと？フル走ったことある方いらっしゃいますか？うちらも ね、ホノルルマラソンじゃなくてホノルル駅伝だったから、うん、最大でも11、12、15、私15、16ぐらいだった。そっか、東京マラソン3回走ったことがある。すごい、プロじゃん。すげえ。当然マジ羨ましい。やっぱ走りたい、走りたいんだみんな。あ、マラソン大会は私も同じ気持ち。3キロが限界、わかる。3キロも走れん。へえ、足切りが厳しい。へー、そう、なんかあるんだよね、時間が。そう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 、それは焦るね。ミーコもハーフしか走ったことないけど、まーちゃんに、まあ、偶然ね、うちとまーちゃんとミーコで集まる機会があって、うん、あのちょっとアドバイス戦国さんみたいな感じで言ってたから、いろいろミーコが言ってたみたいだよ。うん、やばいね。こう、まーちゃん、頑張ってほしいね。まーちゃんを全力で応援します、私たちは、うん、結構朝も早いんですよね。前9時やば。前の人の足に合わせて走ると早く走る。あ、そうなんだ。でも確かに自分のペースよりかは、自分のペースだとどん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 落ちてっちゃうから、人と一緒に走るといいって聞いたけど。確かに、一緒に走ろうねって言ってさ、絶対走ってくれる人っていないじゃん過去のマラソン大会とかでさ、そう、ね、まあ、そういうもんだよね。そう、絶対ないからさ。まあ私もそう、余裕で置いてくタイプだもんそう、うち置いてかれるタイプだった。 うち置いてかれるから途中で諦めてた俺もハーフ だと90分切るけど、フルはきつい。確かに、そうなの。なので、まあ、当日はまーちゃんを全力で応援します。なんかね、レポートしながら走るとかなんとかっていうのを聞いたので、ね、やばいね。よろしくお願いします。なので皆さんもぜひ、芝公園でやりますので、皆さん、ね、都立の芝公園、芝公園なんか我らのホームですから、皆さんわかるでしょ、はい、聞き方。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、そして、うん、昨日ですね、うん、古川さん振り付けのボンダンス、あの、うん、春菜愛さんの、うん、ボンダンスの MV が公開になりました。お、はい、見ました皆さん。というのもですね、すあのこなっちゃんの振り付けでこのボンダンスっていうのを完成したんですけど、うん、去年の今年か、うん、のティーパレ祭りの時に一緒に春菜愛さんとコラボさせていただくことがありまして、うん、そこからいろいろとやらせていただいたんですけど、見ました？見たって面白かったとか。結構豪快な MV だったんですけど、めちゃくちゃ面白いってこと。ゲンジって言わないのすごい派手な、すごかったよね、お花のね。見た時本当にさ、笑い止まんなかったね。あの、うん、イベント前だったけどめっちゃ笑ってたでもなんかすごい振り付けも可愛かった。なんか、うん、可愛かったし、結構激しいところもあったけど、そうそうそう。でもやっぱこの何、ボンダンスっていうのと EDM、うん、盆踊りと EDM のこう融合なので、うん、結構踊る面もあれば、うん、その盆踊りをしてるところもあったりとかするから、すごい何、差が、うん、あったけど、でもやっぱアップテンポだから乗りやすい、ね、いつかバックダンサーでもね、やりたいよ ね、 ね。でこなっちゃんのなんかこの振り好きだよねっていう感じのも出てたよね、うん、これ絶対入れるよね、こうなっちゃうみたいなのとかあったので、まだ見てない方はぜひ見てください。これ言っていいのかな、監督が、あの、ど根性の監督と一緒ですね。うん、うん、そうっけ、うん、そうなんで知らないのあんなに言ってたのに。さっき、あの、まだ見てない方はぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。うん、あの、春菜さん大量発生してますので、じゃあね、まあこんな感じですかね、今週のアプガさんは、はい、うん、他に何かありました？ないです。個人的にないです、ね、はい、了解です。では、ど根性周りに、周りツアーに向けたいつものコーナーは後ほどにしますか？今やっちゃいますか？コーナー、はい、じゃあコーナーに行っちゃいましょう。じゃあさおさん、久々じゃないコーナーね。本当だよね、いつもだってあれだカットされるんだよね。カットされるからね、しょうがない。ど根性周りツアーがやった、はい、はい。じゃあ最近コーナーらしいコーナーをやっていなかったので、うん、ちょっとコーナーをやりたいと思います、はい、タイトルコールお願いします。読書家とゲーマーの時間、イエイはい、
読書家とゲーマーとアップ側の、趣味人が揃った今日の配信ですね。趣味人だって初めて言われた。趣味人、はい、まあ、読書が趣味、ゲームが趣味、何怖今日の配信ということで、今日はそれぞれがあるお題に対して、それぞれなんとなく思いついた本やゲームをあげてみようという企画でございます。まあ、例えば、うん、記憶に残っている最初の本、ゲームというテーマなら、うん、まあ、ゲームとか本、最初に読んだ本は、はい、最初にやったゲームは、うん、っていうのを上げていこうというコーナーでございます。ちなみに、記憶に残ってる最初の本は、うん、え、あれです。オズと魔法使い。あー、オズの魔法使い。そうなんだ。あれめっちゃばあちゃん家にあって、うん、そのめっちゃはないです。ばあちゃん家にあってめっちゃ読んでた。そんな大量生産してないだろ。まあ絵本かね。うん、本だけどね。まあ絵本、まあそうだよね。うん、うちなんだったかな、小さい、なんだ、あとお化けの天ぷらもめっちゃ。何それ、お化けの天ぷら。なんでお化け上がってんの。やばカリカリやん。何、どういうストーリーそれ。え、なんかお化けが出てきて、うん、多分最終的にお化けをあげて退治するんじゃなかったっけ。知ってるって、ほら知ってるって、あるよね、お化けの天ぷら。あ、カースのパン屋さんとか懐かしいんだけど。え、小さなおうちうちだっけなっていう絵本があったんだけど、知ってる人いないかな。え、ちょっとみんなちょっと買ってみて、お化けの天ぷら絵本ね。でも今さ、この年になって見る絵本結構面白かったですよね。ハラペコアムシとかさ。ハラペコアムシは最高だよね。大好き、あれ。あとグリとグラシリーズとか。あ、グリとグラめっちゃ読んでた。あのでっかいさ、でっかい卵をさ、こう割ってさ、いいよね、オムレツにするやつ。癒しだよね、グリとグラって。超好き。うわ、いいよね。衣つけてあげるんだよねって感じ。あ、そうだよね。天ぷらの作り方じゃない？普通の。え、そうだよね、確かお化け。でも、え、ちょっと怖いよね。へー、そう、結構面白かったよね。で、今のは最初にやったゲームは星のカービィかな、一番記憶に残ってるのはね。ーゲームボーイアドバンスの、自分が幼稚園ぐらいじゃないの、多分5歳とか6歳ぐらいだと、年中年長ぐらいで、なんかこれぐらいの横のやつじゃなくて、何、これぐらいの縦の大きいカセットの時、ゲームボーイアドバンスの、ゲームボーイか、アドバンスじゃなくて、もうガチャンって刺すやつで、機械的にはこれぐらいの大きさの。みんな懐かしいっつってる。一番最初がアドバンスか。なんでゲームボーイをやってました。でその後にパッタンと折りたたむやつだったり、たまごっちが出たりしたので、それでいろいろやってた。たまごっちね、たまごっち、うちらがちょうどあのドンピシャだよね。え、たまごっちさ、カチャってるやつ知ってる？昔そうだったんだよ。え、カチャってるやつ、あのさ、その赤外線だったじゃん、通信みたいなのが、うん、じゃなくて、上が外れてガチャガチャってなってんの、ギザギザに。へぇ、え、それは知らない、それは知らない。そこから持ってたもん、たまごっちのなんか全身みたいなやつ。そう、へえ、初代たまごっちだ。そう、初代なのかな。うちだって水色、その時も青好きだったから、水色のたまごっちでこうやって赤外線でやってた。もうドンピシャだったよね。今だってすっごい、だってなんかキラキラしてるんでしょ、たまごっち。そうなの。そう、なんかこれぐらいの大きさらしいよ。うちらの時もちっちゃかったりとかさ、デカ玉みたいなのあったりさ、おもちゃ屋さんでさ通信したり、結構いろんなやつでした。たまごっちいいよね、たまにやりたくなる。わかる、見つけるんだよね、片付けすると。そんな感じですかね。じゃあテーマボックスがあるので、ありがとうございます。そこで、はい、どうぞ。そんな振る。あ、ファミコンじゃない、ファミコンも私はやりましたよ。ファミコンの方が全然前。はい、もし子供が生まれたら最初に与えたい本とゲーム。まずゲームって子供に与えていいものなのって思っちゃう、自分がこれぐらいになっちゃったから。確かに。そう、でもたまごっちいいと思うんだ。たまごっちはね、すごい。だってたまごっちはさ、何かを育てる。そう、育てるっていうのに、まずペットの前に一回たまごっちを挟んだ。そうで、あの一回たまごっちのキャラクターを死んじゃったっていう、その悲しみを知ってほしい。そう、一回命の大切さをそこで学んだ方がいい。私めっちゃ泣いたもん。わかる。初めてたまごっち死んだ時さ、私車に置いといたのね、公園行った時に、うん、で車戻ってきたら死んじゃってて、もう超泣いた。うち、あのママに預けたんだけど、ママが怠って、で世話をね、うん、トイレとか掃除して、うん、ね、いっぱい溜まって死んでて、死んでて、マーってめっちゃ言ったの覚えてるんだけど、あの、ね、病気の時の音とか超懐かしいんだけど、そう、たまごっち泣いたね。はー、で、子供が生まれたら最初に与えたい本、
うん、お化けの天ぷらじゃない。やっぱり本当に気になるんですよ、お化けの天ぷら。やっぱりね、お化けの天ぷらすごい気になる。ちょっとね、お化けの怖さを。ちょ、URL 後で送ってください、みんな知ってる人ね。で、次が、あ、今なんとなく手に取りたい気分の〇〇。今やりたいってことですよね。今やりたいのは、MHW モンスターハンターワールド、モンハンワールドがやりたい。今は、まあ、持ってないんですよ、 PS4 を。なんで、あの、今ツアーが終わったら買うって、あの、父親と作戦会議を練っております。あの、荒池ってゲーム買うのって母親以外の妹と私と父親の3人で作戦会議を開くの。何月にこれがリリースされるから、これを誰が買って、でここで収入が入ってくるから何を買ってっていうのが、あの、家族の一年会議みたいな感じになるの。そう、だから協力的なの。いいね。だから今モンハンワールドが買いたいな、やりたいな。あかりは今の気分。私、あの、最近ちょっと読んでないんですよ、本を、意図的にちょっとちゃんとやらなちょっとやらなきゃいけないことがあって、ちょっと離れてるんですけど、昨日久しぶりに本屋さんに行って、あ、これ買いたいと思って買ったんだけど忘れちゃった。おい思ってねえじゃねえか。タイトル忘れちゃった。なんだっけな。でもなんかアメトークの読書芸人でおすすめされてた。結構それ面白いよね、読書芸人とかで紹介されて貼ってあったんですよ。なんだっけな、だから読んだら教えますね。でも今まだ読み途中のやつがあって、だからそれを読むために読み途中のやつを読み切ろうと思って、久しぶりに昨日の夜から本を開いてる。そう、読料来ないもんな。だって楽しみにしてるんじゃない。読料はね、ちょっとやめようかなと思って。あれあれ、読料とかいちいち言うのやめようかな。皆さん、これを言い換えると飽きた。はい、次行きましょう。あ、お時間で、お時間でございます。じゃあ、はいはい、ということで、あ、はい、不完全燃焼で終わりましたね。はい、ということで以上、読者家とゲーマーの時間でした。でした。さあ、ではここからですね、今週もど根性周りツアーがございますので、皆さんにしっかり覚えていただくためにこの企画をやっていきたいと思います。はい、ど根性ツアーで各会場のキャッチフレーズを考えよう。はい、皆さん考えてきました。大喜利のコーナーじゃないですからね、皆さん。何、大喜利そんな好きなの、みんな。あの、違う、すごいじゃん。モルティがさ、出るとさ、必ずさ、あれになる。大喜利やってんの。大喜利っていうか、まあ、だから前歯だったら前橋だったら前橋か見えねえだったりとか、そういうのが。なんかね、別にみんな思いついたやつでいいからね。次はなんかさ、前回のやつさ、セッキーとモルティが3か所考えてたんだっけ。前回は、初代と長野と甲府。初代でやるのは、ライブやるのは今年は初代っていうやつと、長野はアプガに引かれて善光寺前入り、で、甲府はアプガに会えて幸福。本当にさ、ダジャレなんだよね。本当にギャグ戦とかそういうのいらない。で、しかもなんか、それをライブの MC 中で言うのがモリッティなんですよ、今日のあれがあって。そうで、すっごい変な空気になるの。そうなんだよ。でさ、モリッティが言うからさ、うちらがさ、考えましたみたいな雰囲気になるからさ、うちらもね、飛び火なわけ。なんか全員が、はみたいな、一瞬になるの。違う。で、モリッティが違うし、みんなで考えたんですって言うの。違う先週はモリッティが考えたんです。マジかよ。モリッティが選んでます。だからか、なんかすっごいつまんない3つ決めたなって思っちゃって。結構目合うよね。え、うん、これだっけ、これなの。なので今回はちゃんとね、みんなでできるようなことをやろうっていうんで、あのね、前にね、足利だっけ、で、渡良瀬橋なんだっけ、なんだっけ、渡らないと帰れませんみたいなやつをやったんだ。あ、見れまてんみたいなやったんだけど、帰れまてん、なんかうちらもやったんだよね、なんか帰れまてん企画やろうよみたいな感じで、ぴょん吉ジャンプと、モエティが決めたとか見りゃわかるわ。厳しい。で、あの、その時に足利の時にね、ぴょん吉ジャンプと、あとなんだっけ、足上げなんだっけ、足上げをなんかどっかで
1人2回やるみたいな。で、帰れまてんをやるっていうんで、合計5人だからね、2回で10回なんで、帰れまてんやるみたいな曲やったんだけど、結構楽しかったので待って、初代考えたの私ですけど、あらお、すっごい面白かったです。いやだってね、初めてっていうのがね、すごいね、すっごいいいね、本当にありがとうございます。まあ、モリティが言い方ね、モリティの言い方、そうそうそう、前校じゃ席ノリノリだったってやべ、でもすごい良かったよ、良かったけど、そのモリティの言い方だから NHK ラジオでね、今くしゃみしてんだろうな。で、まあ今回考えるのは、熊谷、ね、さっきね、すげえ面白いやつがあったんだよね。何、もう来てたの？あのね、来てた。これ熊がやーっていうのを、うん、なんかあの全員でやったらいいんじゃない、どっかで。あーないですか？あ、ダメですか？あの、ダジャレはみんないいよ。じゃあちょっと情報を、はい、お願いします、読んでください。熊谷から上越、はい、熊谷から上越じゃない、違います、熊谷は上越北陸新幹線が各駅停車なら止まる、はい、止まります。 40.9 度を観測したとにかく暑い街、暑いんだよ。今注目のカズレーザーさんもアキラ 100% さんも熊谷の方向出身だそうです、なんとらしいですよ。赤いスーツでおなじみのカズレーザーさんと、はい、だってこっちにも金髪の輩はいますからね、人ね、そっか、確かに部が 100% だって、部が 100% 確かに、何やるアブが 100% って言ったら絶対もうやんなきゃいけない。何アブが 100% ライブ中にやる、アブがレーザーと、あ、レーザー入れる、あ、レーザーね、レーザー入れて、で、アブが 100% でアブが 100% やばい、アブがや、アブがや、なんかガヤガヤしてる感じ、ガヤ芸人みたいなの嫌だ、アブがや、でも常に 100% だからね、ライブはね、確かに、そう、これ以上何を出す？アップが 100% すごいいいかもしれない。アップが 100%？ あれ、お盆芸やるってこと？お盆芸やるってこと？きつ、うちはあるしね。いや、うちいだろう。え、上はじゃあ、あのピンキチのやつこの人本当にくだらない下ネタで笑うんですよ。下ネタじゃないじゃん。マジ小学生。下ネタじゃないじゃん。マジ小学生。なんでよ。この二人なら大丈夫。あ、100% のサオさん叫ぶかなだって。どういうこと、どういうこと。アパレで。100%、 あ、確かに。なんか応募やるなら東京マラソン決定きますだって。いやいやいや、応援してあげてまーちゃん。ああ、上なのに猛暑日、灼熱の熊谷ライブ。確かに、あ、そうね、伝説にはなるよねって。伝説にはなるけど別に熊谷で作らなくてもできんだよ。本当だよ、ダメだよ。あるし、モリティか、うん、熊にちなんだのがいいんですかね、まあ、熊谷に、ね、そうね、熊、うん、最高気温更新しなきゃ帰れまてん、うわ、あ、最きつい、いいね、帰れまてん、冷房を壊すってことかな、帰れま 100% 何帰れま 100% な、何、それぞれの 100% をとりあえず出したら帰れるの、そうきつそれマジ帰れま 100% 帰れま10、何もかかってないゼロ増えたの、ゼロ増えちゃった、10倍になっちゃった、そうやば、帰れま 100% 何する、何して帰れるようにする、ね、なんか 100% のものってありますかね。 100% のもの、湿度 100%、 あーごめんね、雨果汁 100%、 あーもう飲んで、勝手に飲んでよ、あ、捨て取り果汁 100% にする、酸っぱいぞ、酸っぱ、100% 勇気、あー、ありましたね、100%、モリティー、 NHK にいるモリティー、忍者の格好しろってか、湿度 100% はだから、うん、雨が降っちゃうんだって、極暖 100% ライブやだ、死んじゃうよ、100%レモン丸かじり、あー確かに
派ですね。まあ今週はね1箇所だけなんで、これが決まればあとは来週のいいやつ決めましょう。もうね、あと3箇所しかないから。そうね、あと3箇所だよ。やばいね。ね、湿度 100% ハメクジが出てくるって。まああのジメジメしてるからでしょ。火災ホッチキ鳴らしましょう。でもなったことあるもんね。あるね。うん、熊谷クマ 100% ってもうそれクマやん。今すぐあるの、あれ呼んだ方がいい。やる気 100% 普通にないと問題でしょ。クマ懐かしい。熊谷、確かにヘブンズロック熊谷であるのは本当に久しぶりなので、とにかく暑いんですよ、あの会場自体も、まあ、ね、うん、だから今までだって埼玉新都心でやってたんだけど、はい、今回熊谷なのでめちゃんこ暑いので、ぜひ。いい、なんかあるかな。やばい、今日全然思いつかない。思いついて。クマと戦え。クマ、熊谷行きたい、ぜひ。ついで熊谷、アフガンドラン。あ、いいね、なんか素敵ね。ビア、ベアね。天国に一番近いライブ。それはあの熱中症とかベア、ベア、ベア、熊の毛が 100% やば。熱っ。熊、やっぱ熊がヤーがいっぱいあるよ。熊がヤーがいいのかな。熊がヤー、あ、熊や、熊がヤー、クヤマがヤー。熊がヤーにする。なんとかで熊がヤーとかでいいんじゃない。なんとか熊が、そのなんとかの部分、皆さんぜひ。あ、ラクから来たマーナさんだって。サボさんいるよ。サボさんは、サボさんいるよね。ねえ、サボさんは、サボさんいるよ、ほら。サボさん意外とこういうの厳しいよね。ラク、そういうの結構泣いちゃうタイプだよ。ラク結構寂しがりだぞ。熊谷、熊谷の瀬戸になんだっけ。熊谷、あ、思い出した、言えるわけない、思い出した、思い出した、思い出した。熊谷、熊谷、あ、サボさん大好きですだって。ありがとう。投げやり。熊谷、目の熊がやばい人も元気になる熊谷。熊さあ、あなたよ。熊が 100% ダメ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 。なんと2月25日に熊谷の最高気温更新確率 100%。 おー、そういう感じね。いいね、いいね。熊が、熊、熊、リラックマ。リラックスしちゃうじゃん。ないですか皆さん。でもなんとかね、熊がやーっていうのはいいよね。うん、なんだろう、リラクマが有名なのが熊。違う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 、目から熊がや、目から熊がや、どういうこと。目の下の熊がや、ここや。熊が、まっちゃん頑張れ、熊がや、熊の絵本に、絵本にバラりすぎない。カジもいるって、カジいるんだ。カジ、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 カジ島、カジ 100% カジね、あのバレンタインくれたんだけど、メッセージが本当にね大雑把だった。そうね、面白かった。あ、カジ島や、はい、だってイベント頑張ってね、ショールームの。今もやってるんでしょ。そう、なんかね、ウェブ CM かなんかに乗れるらしいよ、これで。どうしようね。クマしか見えねえ。あ、違う、クマだよね、これ、うん、クマしか見えねえ。クマ、まあそうだよね。クマがやー、熱い、クマ暑いぜ、最高気温とかね、そういうのはいいかもしれないね。クマ、最後にクマがやーで行きたよね。そうだね。うん、アプガの、アプガの夏2018。もう開催。イン熊谷、うん、いいんじゃない。
この日だけでしょ、うん、アプガの何アプガの夏なんだっけ、いつもやってるやつなんだっけ、アプガの夏2016、2017、2018ってやってる、アプガの夏、夏、2018、ウィンター矛盾2018、熊谷あ、ど根性 100% よくない、あ、ど根性 100%、あ、いいね、いいよ、いいので、今いいので今メモってるからね、ど根性 100%、 ど根性 100%、 いい熊谷、熊谷、いいんじゃね、ど根性 100% アプガと熊とガヤの皆さんゲスト呼ばなきゃじゃんね、ファンの人ってこと違うね、ゲスト待ってあれ、熊のか、熊派とガヤ派で分かる、いいよ、熊派絶対ないじゃん少人数だよ、いいよ、出没注意だって、アプガと熊とガヤの皆さん書かなくていいよ、あ、そろそろお時間なので行きましょう、急ごう、意外といいの出てきちゃった、いっぱい、ガヤの皆さん、アプガとクマとガヤクマガヤインベア全然違うんだね、あ、アプガヤ 100% でもね、ど根性 100% すごいよね、確かに、アプガの夏もいいけどな、ど根性 100% インクマガヤかわいいかね、ですかね、ここに100%インクマガヤにしましょう、クマがカタカナ、いや決まりましたはい、じゃあスケッチブックに書きますか、あ、ねえ、なんか犬来ちゃった、何ビアーガール、何それ、ビアーガールとかおしゃれ、でもど根性マイリツアーだからさ、はい、こうやってこうやって、じゃあ、ビーアガールのとこだけベーアガールって言ってごめんね、それさ、ローマ字読みしちゃった子みたいで頭悪い子に見えるからやだベーアガール、でもそれさ、二人あなたとあんちゃんじゃん、あとモリティじゃん、いいじゃん、ベーアガールいいんじゃない、じゃあ、ハッシュタグ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 、いや絶対笑っちゃうんだけど、この曲の時パーセントカタカナにしないといけないから、まあ、なんであのね、パーセントこのね、やつだとね、あ、ハッシュタグができないの、そう、できないの、これさ、ひらがなでいいと思う、いいんじゃない、だってど根性周りもひらがなでしょ、でも曲タイトルはカタカナ、どっちもいいよ、もん好きな方でいいよ、どっちがいいかな、え、どっちがいいかな、え、カタカナ、かっこいい方で、カタカナじゃない、じゃあカタカナで、ど根性決まりましたよ、皆さん、え、これカタカナで書く ?100 はいいの、うん、大丈夫、え、どうしたらいい、カタカナで、えで、ここに、え、インはインはあれで大丈夫、インなんでこれにしたの、え、なに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 なんでこれにしたの、どれにするの、普通のガでいいんだよ、ひらがな、うん、ひらがなでも、もともとこれだ、これ、あ、熊谷ってこれいらないの、いらないよ、木いらないんですか、いらない熊が、熊が、いやー、びっくりマーク無理、無理か、うん、いいんじゃない、これで、あと、熊谷じゃないね、これひらがなね、塗り始めた決まりましたよ、皆さん、そう今さ、ベーアガールっつってる中でさ、今ビーアガールかかってるからちょっとじわってくるよね , 笑っちゃうとか言ってる、え、どうする、ベーアガールはどうする、あの、モリティにもう一個作ってもらったらいいんじゃない、ベーアガールはいいか、いいよ、はい、こちらでございます、やるよってことだけね、そう、そういうことだけみんなちょっとそういう気持ちで聞いてほしい、そう、そういうことしよう、はい、はい、ハッシュタグど根性 100% イン熊谷です、だから
銭湯もやるかもしれないし、マジでやるかもしれないし、マジで熊谷もやるかもしれないし、ベイヤーガールも歌うかもしれないっていう3個可能性があるので、ベイヤーガールは歌うけどベイヤーガールは分かんないよ、ベイヤーガールってちょっと、はい、ど根性のドはカタカナでいきます、今回。はい、ジョジョド根性の正式表記がガはひらがなです。はい、ごめんなさいね、はい、分かりにくくて、ごめんね。はい、もう一個いるんじゃないかい、ひらがなだった、そっか、はい、はい、はい、こういう感じです。はい、じゃあお願いします。あ、ツアーのこれ持って、熊谷楽しそうだって、楽しみになってきた。私もまさおさんのいつも自己紹介でやってる空手の方がどうなるかですね。わかんないよ、曲中にやる可能性もある。どこでやるんだろう、楽しみだね。ではスクショタイムどうぞ。ライブに行ってからのお楽しみなので、楽しみです。ね、当日券ございますので皆さんぜひ、はい、そう、その日はリリーベとかはなくて東京マラソンなので、多分ゲットできるのは当日券のみになっちゃうと思います。そうですね、そう、なので皆さん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。うん、あ、疲れたということで、根性マリツアー皆様引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということであっという間にエンディングでございます。今日はたくさんのコメントやアイテムでのご参加ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ更新いたしましょう。更新、今日はね結構激戦だったからね。あ、豚になっちゃったやだ、豚が嫌になっちゃう、やだ。では3位からですね。3位が3位丸だわ、丸だわ。3位の方がちょっとごめんなさい、見えない、スギちゃん、スギちゃん、ありがとうございます。そして2位がワイルドさんですね、エイスケさん、ありがとうございます。そして1位がなんだっけ、ショウちゃん、今日誕生日おめでとう。はい、みんなもう一回打っておめでとうって、あ、今のおめでとう、タワー来てる、あ、タワー来てる、あ、ショウちゃんさんからありがとうございます、イエ、はい、みんなおめでとうって言って、888でもいいよ、イエーイ。では、翔ちゃんさん、いつものやつを、誰か一人でもいいし、全員でもいいし、選んでいただいて、ありがとうと。すごい、みんな、いやー、みんな優しいね、優しい、いい人たちばっかり、2000人超えたよ、2人で2000人超えて、やば、ありがとうございます、皆様、すいません。さあこんな感じでいつもゆるくやってます。ああ、カジリもおめでとうございますってつぶやいてる。優しい。ね、これ耳のあれにしたの。ねえ、クマはヒゲ生えてないんだって。モリチにも言ったそれ。生えてるよ。生えてないよ。生えてない動物なんかいないよ。生えてないよ。二人でも大丈夫ですか？だって大丈夫です。いいよ。特別だよ。二人で、そう、おめでとう、しょうちゃん誕生日おめでとう、おめでとうございます、ございます、誕生日よね、素敵な一年にしてください、一年にしてください。アップガのライブでぜひ盛り上がってくださいということで、最後にアップガからお知らせでございます。はい、はい、これじゃない、はい、はい、現在発売中でございます、ジョジョド根性、そしてビアガール、ジョジョド根性の方で皆さん、あれです、あ、耳がだって相当でかかったみたい、ごめんね、ね、耳が、耳が食べたいね、うん、ですね、現在発売中です、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。そして、あ、これは継続しております、はい、タンバラスキーパックイメージガールになりました、おめでとう、みんな行ってね、行ってね、みんな、はい、あかりちゃん、はい、イヤリングかわいいよ、ありがとう、はい、現在公開中、さっきあっちが編みんな見てね、見てね、ノースリーブの制服が目印だよ、ノースリーブなの、ノースリーブ、ーやばくない、やばい、あ、これも終わりましたね、これも終わりました、やべっしょ、はい、じゃあサオさんこれです、どうぞ、はい、ソロライブを3月16日と19日に初ダイザドアーズでやります、イエーイ、どんなライブですか、脳みそを壊します、はい、ありがとうございます、今いろいろ、今制作中です、いろいろと、いや超楽しみ、楽しみにしててください、で、時間があったら私は2日間見に行こうと思ってます前回同様です、ありがとうございます、はい、では、そして、5月3日アップアップガールズカッコカリン7周年、Still Goes On、 まだまだ行くぜ、
大公演、ナイト公演を2公演行います。イエイ。5月3日でございます。新宿レニーで行いますので皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そして、今週末に迫ってきましたアットジャムザフィールドボリューム13にですね、アップが久々に出演させていただきます。やったー。アットジャムの方ではですね、アットジャムザフィールドだったかな、うん、そういうシリーズに出させていただくときには毎回新曲初披露があったりするので、まあ、今回もあるのかな、ないのかな、あるのかないのかはわかりませんが、それは来てからの楽しみということで、はい、結構ね豪華な皆さんと一緒にやらせていただいて、そうなんですよ、私みんなに会えるの楽しみ。大抵にもね、大抵も出たので、アプガは神宿さんの後で、トリア東京パフォーマンスドールさんの前なので、トリ前でございます。なので皆さんちょっと ねオープニング終わってから時間がねだいぶ空いちゃうんですけど、はい、長めのアップをよろしくお願いいたします。楽しみ。チケット若干あります。若干なんだ。なので皆さんお早めに2月24日新宿ルビーにてお待ちしております。お待ちしてます。はい、そして改めてツアーの告知を。はい、アップアップガールズかっこりハッシュタグお邪魔マリツアー、次回はこちら2月25日ヘブンズロック熊谷 VJ1、開演が19時から。そして次の週ですね、清水3月3日、ひな祭りですね、清水サウンドシャワーアーク開演がちょっと早めの17時。そして次の日横浜の巻3月4日、新横浜ニューサイドビーチ、アトジャムエキスポの横浜アリーナ公園だとパイナップルステージになってるところですね。めちゃめちゃ暑いところです。開演17時半になってますので皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。全会場暑いよね確かね。そうなんです。やばいよね。皆さんぜひどの公園も遊びに来てください。清水と、新横浜の方はその前に無料のリリベもやるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。という感じですけど今日どうでしたか。はい、よかったです。ありがとうございました。それではお別れそれではお別れの時間です。以上アップアップガールズかっこりでした。バイバーイ。バイバーイ。あ、お気に入り登録してね。してねー。